私は、平成エンタープライズ神奈川営業所所長をやっております、西澤敏郎と申します。2007年に、平成エンタープライズの方に入社しまして、ビップライナーというのが路線バスで走っておりますが、そちらの、ツアーバスの時代に、東京大阪間の、夜行バスの方を、一般のお客様に、会員募集という形、旅行商品としてお売りしました。そしてあの楽天のサイトを利用させていただいたりしながら募集をかけまして、たくさんのお客様にご利用いただきました。それから、年月経ちまして、今の神奈川営業所の所長を、やっております。で、神奈川営業所は何をやっているかというと、東京都立特別支援学校の送迎バスと、横浜市立の、同じく特別支援学校の送迎バス、こちらをメインで、行っております。私の目指しているところに関しては、皆さんが楽しく仕事をするというところを一番の重きを置いて、運営をさせていただいてます。ドライバー、添乗員、事務所員、それぞれ、一つ一つの、塊にならずに、皆さんで共有しながら営業所全体が一丸となるように楽しい雰囲気を持っていただきたいというところで、運営をしております。神奈川営業所の雰囲気としては、楽しく、皆さんが働いていただいていると思っております。個人個人で何をやりたいかっていうのが、持っていると思います。いいところを引き出して、悪いところを、それも、尊重しながら、皆さんでそれぞれの、人間を尊重しながら、行えているというところが最大の魅力ではないかと思っております。いろいろな事故、トラブル、クレーム、そういうことが、起こり得ます。ただこれっていうのは、物の考え方によって、変わってきて、クレームが上がった、そうした場合には、クレームを言ってきてくれた人と縁を持てるというところが一番大事なところで、分かち合えれば、私どもの、ファンになってくれる、そのチャンスを、もらっているというような考え方をしていきたいと思ってますので、一つ一つ丁寧に、接していって、そうしていくことで、全てが上向きに向いていくと思っております。一番大切なことという考え方で行動しているところです。